お疲れ様です。アントです。今日はですね、久しぶりにミラーシリーズやっていこうと思います。というわけでね、こちら、ですね、ウォールブレイカーズの、ミラーデッキをね、とりあえず作成しましたので、今日はこれでやっていこうと思うんですけど、この、ウォールブレイカーのね、ミラーやってなかったんで、忘れてたんでね、はい、今日やっていこうと思います。焼き鳥さん。はい。とね、今日やっていきたいと思います。いや ライキさん、はい、もいます。はい、でこれあれなんですよね、もともとテンプレがこのミラーがクロスで、ウォールブレイカーがロリババかなのテンプレの、その2枚をいじっただけなんですけど、なんかね、一からそのね考えてたんですけど、むずかった、さすがにむずすぎたんでパクりました。でマルチでやってもいいんですけど、ウォールブレイカーが届かない事件なんで、ちょいとね、今日はマルチワスミングってなわけでグラチャでいきたいと思います。で基本的にマジでこの相手のタワーにダメージ与えれるのが雪玉とウォールブレイカーしかガチでないやつなんで、ガチめにウォールブレイカーを通さないと勝てないやつですね。はい、なんでとりあえず、そのウォールブレイカーを通すために、完封されるんですね。通すためにエリポンをですね、まずは貯めていきたいと思います。やば、もうペッカ展開してきたやん。待ってきついねんって。エリポンいきます。なぜエリポンいたかっていうと、アイゴレを回したいんですね。アイゴレでペッカを釣ってしまえば、後衛からなんか来てもバーバリアンとかで全部守れちゃうんでって思ったけど、あれだ、テスラにしよう。はい、これアイゴレでゆっくり。あー、美味しいですね。美味しい。これ雪玉で気持ち飛ばす。あ、終わった。待って、やばい。やめて。これはですね、バーバレンで遅れてですけど、防衛します。いやー、でもこれはね、勝てます。これは、相手ベビードラーマ、ペッカラムの最近すごい強いと有名なテンプルデッキですね。いや、これもきついな。これは、テスラで防衛します。エリポン命です。エリポンをどれだけ置けるかで、このバトルの勝負かかってるんで、もう一気に持っていきたいですね、ウォールブレイカーで。アイゴレウォールブレイカーをすると、多分ロリババだけだと2発入っちゃうんですよね。だから相手はこれどうやって防衛するのかっていう話。ほら。あ、吹き矢が優秀。OK、一発。一発で、400ぐらい。一発400ですからね。高い。2発入れば800で、ミラーで 800×2 なんで、理論上ね。理論上 800×2 をすると、楽勝ですね。いや、ここだ。ここで、いきます。で、こうやってペッカ多分来る。ペッカ来る説で、いやー、これ雪玉プロ。うわー、出たよ、ザッププラスロリババ。全部いなくなったよ。全部。俺の7コス返して。やばい。このペッカでしっかり釣って、エリポンいきます。このポイズン美味しいですね。で、このいうのは、ウォールブレイカーで釣ってもいいけど、バーバリアンで防衛にしよう。よいしょ。いや、バーバリアンが強いんですよね。もうバーバリアンと、エリポンゲーでしかないですね、今。というわけで、イモリタイムいきます。ちょっとテスラの位置が下手くそなのは寝不足なんで、しょうがないです。なんか、ラット側、ちゃんとした位置にテスラ置いてるの見たことない。下手すぎた、さっきから下手すぎた。絶対使い切られてないだろうな。正解。だって、使わないっすもん、本当に。本気で使わないカードを。トップ5ぐらいテスラ。いや、むずくない？むずくはね。しかもそれを俺に聞くのは間違ってる。なんで？テスラクロスめちゃくちゃ使ってる。なるほど。って感じなんだけど。むずくねえ。いや、むずいんですよね。ここは延命プロイですね。延命します。ああ、延命頑張れ。頑張れる。いける。来た。あ、でもこれ、あれなんですよ。ロリババザップで止まっちゃうんで、一回リポン来たいですね。一回リポン、あ、テスラむず。ちょっと待って。毎回テスラ、むずいね、マジで。まだ見たことないから、ちゃんとした位置に置いてるの。置いてない、まだ。俺さっきまで見てなかった。いや、俺もまだ起きてない気がする。いや、むずで、ここの、あれは、ウォールブレイカーで釣る。いや、これ、うまいんですよね、こういうところが。
で、相手はどんどんポイズン割いちゃってくれてるんで、リポンきます。いやー、ダメージが削れてなさすぎる。ちょっと待って。で、ここで、これっす。天才がやること、リポンミラー。さあ、ここですね。勝ちに行きたいと思います。とりあえず、テスラ。わあ、ちょっとずれた。最悪。これガチで、ガチでずれた。ガチでずれた。やばい。これさ、きつくね？なんか、削れないんだけど。これデッキがサタはやってる。さてデッキがやってるもんだるくな。これ弱い理由教えてあげようか。うん、ウォールブレイカーがいるから。おい、それはウォールブレイカーに失礼。え、やっぱウォールブレイカー強いと思ってる。思ったことねえよ。出た当初から弱いと思ったよ。いや甘い。いやマジであるよ。マジである。ガチである。本当にちょ応援して。いやマジであるから。こっから勝つ。相手ポイズン甘えた。いやいらねえなウォールブレイカー。やめやめ。見て、ガチ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 。お、おら、え、歩くね、マジである。いや本当にある、ほら、ミラーウォールブレイク、え、勝った、あ、待って、吹き痛い。いや、もうウォールブレイクいらね、ほら、行け。ある、おー、来た。ある、一発、オッケー、いける、ウォールブレイクいらん。ウォールブレイク、あー、ちょっと成功した。あ、これ買っとくね。ほら、いやプロ いや、こういうことだ。ウォールブレイカーで買った。え、ちょ、悪くはなかった、うん、でももう一回リベンジ。いや今の絶対勝ってたよな、うん、いや最悪だ。油断したな。最悪だ。今しっかりと見とけば勝てた。勝ち確だったよな。勝ち確だった。残り13秒だった。いやというわけでちょっともう一回ね、しょうもないかもしれないけど、しょうもないかもしれないけど許してください。ウォールブレイカーミラーで勝ちたいと思います。とりあえずエリポンです。うわ違うんだよな。なんでこういうガチが来るかな。ガチじゃないんだよな求めてるの。結構あのわかる。いやこれガチ来られるとむずいんだよ。ガチじゃないやつ、まあ、あまりいないでしょ、うん、おいしい。これでもビビドラ先に多分ターゲット取る奇跡起きる。おおいしい、いいね。しかも今右側に僕プレッシャーかけて。おクローン説がある。いや説あるな。これでも早くパピ。おお大変だ。大変だ。いや素晴らしい。エリポンです。で多分クローンだから中型スペルはないと思うんですけど、一応あれですね、削られてる側に対します。最悪ファイブとかって一気に持ってかれるのが嫌なんで。でここのバーバリアンはウォールブレイカーで、あ事故。いやあの使ったことないからほぼ。右あの逆サイに誘うと思って。でも雪玉プラスの意外とそのあれウォールブレイカーで間のタワーが殴るのがゆっくりになってダメージ入るみたいなことありそうですけどね。確かに。なぜ俺は今焼き鳥に敬語を使ってしまったんだ。泣きたい。やっぱあれだな、どっかで尊敬してるところがあるんだな。本気でない。いるな。じゃあやめてくれ。あ、待ってこれさ、きつい。いやー、誰ね、アイゴレスも入った後だから。おら。まあでも言うて。これさ、買ったくね？なんか相性いいまでないこれ、ね。エリポンが無限に立つ。エリポン強くね？いや、そうなんだよね。エリポンできたのそれさっきは。違う。これ甘い。甘い。出た。混ぜ込んでく。甘い。で、これ2回目だから。俺の。あ、これコウモリがさ、あ、どこにある？いや、はい。どこにおる。入ってる。おえーい。おえーいって感じだね、本当に。クローンしそう。いや、これね、甘い。これテスラで引っ張って、これ全部落ちてから雪玉。はい、お疲れ様です。勝ったじゃん。これね、ウォールブレイカーのおかげででも勝てたまだるよ。そうだよ。今回ウォールブレイカー大活躍で。それな。焼き鳥使ってじゃん。絶対使わない。焼き鳥チャンネルでね、皆さんウォールブレイカー使った動画上がるっぽいんで。絶対使わない。かわいそう。マジでかわいそうなんだけど、これやば。なんかおしゃれすぎてさついていけない。あ、いや甘い。
これね、今相手雪玉使ったんですよ。これ多分右が危ない今なる。いきまーす。コスト溜まったら行こう。この二重子が強いみたいな。いや違う、このウォールブレイカーが強い。これ見て、そうこれで、これ雪玉打ったら通る。ちょどけて、俺の道開けて。ああ。二重子が強い。いや違う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 。見て見て、はいウォールブレイカー。雪玉、はいウォールブレイカー。見てこれウォールブレイカーが強い。ウォールブレイカーが決めて最後お願い。ウォールブレイカーで落として。ウォールブレイカーが落とす。よいしょ。いやさすが三質界のラットさん、二重子の使い方がうまいですね。いや違う、ウォールブレイカーが強い。えウォールブレイカーが強い。そう今ウォールブレイカーで勝ったから。ああそういうこと、そういうこと。どうするもう一回星いらんか。欲しがるな欲しがるな。もう一回いるいるいる。キワじゃん。キワこれ結構キワ、うん、かなりキワ、うん、うん。いる。もう一回見たいかと言われたらそうでもない。見たくない。いいか、いいよ今日は。いっか、うん、今日はいいよ、はい、妥協して生きてこうぜ、うん、なんで。はい、というわけでね、今日はね、はい、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。まあウォールブレイカーの使い方ちょっとむずいですね。なんか、まあ、3コスで攻めに特化してるだけなんで、しかも確実に入るってわけじゃないんで、なんか U のとかの方が、まあ、攻めにも使えるし確かに防衛にもできるっていうので、うん、まあこっちにはこっちの良さがあるんで、まあ、それな、その入った時の気持ちよさがあるんでね。マジで快感を味わいたい方は焼き鳥みたいな方ね、ぜひねこちら使ってみてもらえると、まあ、面白いんじゃないかなと思います、はい、なんでよければね試してみてください。というわけで一応ね、はい、今回概要欄に焼き鳥と、はい、あなた出ました。大丈夫。はい、なんで、ね、じゃあまあ焼き鳥くんのチャンネル貼っておくんで、皆さん来期さんの部分2個分貼っといて、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。